はい、こちら傘帽子でございます。で走るのこれで。でも意外と濡れないよ。やる気元気森脇チャンネルでございます。さあ今回またちょっといけんのかなっていう検証も兼ねた雨グッズでございます。雨グッズこちらです。ん？だーん、なんじゃこりゃ。さあなんで書いてます。傘帽子、まあ、一見取っ手がない傘みたいに見えてますがもううっすら皆さんいい、ね、お気づきだと思いますが、いいね全然開けられへん。開けられへんね。後ろにも程がある、どれや。これ押すの？多分カチャ。ああ、これカチャになった。それでほら、でこれが、帽子になっていると。これで。被れるようになってるんですよ、その中がね。でそれをこう、多分それが本当後ろのやつ。後ろやな。あのいわゆるキャップみたいな。キャップになってんねんな。はい、分かった。これですね。はい、こちら傘帽子でございます。で走るのこれで、ね、雨の中。これね本当は日傘なんですけど、ああ手は自由にできるっていう。そうです釣りもそうですし、バードウォッチングとか、はい、なんかこう分からんけどキャンプとか、まさにそうです。その辺がターゲットで、あとスポーツ観戦。あ、スポーツ観戦とか。でこれが注目を浴びたのは2年ぐらい前に、うん、東京オリンピックをこれで熱中症対策しながら見てくださいってなぜか小池百合子さんがこれをして、記者発表したんですけど、じゃあ今から検証しに行こうよ。はい、ちょっと答えは見えてますけど、ちょっと見えてるよ。検証は一回ちょっとしに行きましょう。見えてるけど。さあ傘帽子かぶりましたけど、なんか似合いますねお二人とも。いいね、未来を感じますよ。前な。さあそして雨はジャブ卵ってます。ジャジャブリです。はい、ちょっとじゃあここ気合い入れて行きましょうか。濡れないで。今日は風も結構強いですから。風がきついねこれ。結局二人とも両手を使っている。でも意外と濡れないよ。意外と濡れないね。意外と。うん。あんまり T シャツ濡れてないよね。あたー。わかりました。まあ、あまり、走るのには向いてません。でも僕と長谷川で見て分かるけど、こっからここ意外と濡れない。おこの時期で言うとマスクが濡れないのはいいと思う。マスクも濡れない。ただね、風が吹いたらダメです。こうなるしこうなるし、やる側は向かないです。見る側に向きまでということで、まあ、うっすら分かってましたが、この傘帽子はスポーツには向きません。向きません。まあ、皆さん本当に用法用量は気をつけて使ってください。よろしくお願いします。